ます。と言って、これが出るのは15日か10あ16日かな。16日ぐらいですかね。今日は14日です。はい、明日までが一応ね、うん、私たち関西では小正月。いや、私たち、俺は九州。そうです。九州は分かりませんけど。今年も相変わらずこの調子で。明日までね、小正月っていうところで、締め縄も飾ったりしてるんですけど、この辺はまた違うんですね。7日に外すっていうことを教わりましたね。あ、そう。はい。外してますけどね。もう何にも教わってないんですけど。まあ、お正月いろんなことがありました。温泉に行きました、僕は。ね。いいね、温泉って聞いたらいいんだけど、なんかさびれて、さびれたのもいいな、そうだね。要するに風呂入ったっていう、ね、はい、入りました。もう気持ちよかったし、すごくね、効いたんですよ、体に。そう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 、もう、ね、まるで山の猿みたいなもんで、ね、じーっと。私はね、あそこにいろいろ試供品がありますよね、シャンプーとか洗顔用のものとかいろいろ置いてあって、甘酒じゃなくて、甘酒のことなんだけど、酒かす甘酒のことを何つっても酒かすで難しい日本語言いますね。酒かすでできたパックが置いてあって、すっごい効果ありましたよ、1日だけ。あれ欲しい。困ったことで、広島空港のすぐそばにあるんですよ。皆さんよかったら行ってみてください。ロビーも綺麗でしたね。そうやね、ホテルの部屋も大きかったね。一人5000円、5000円ちょっとですよ。さあ、どこかは調べてみましょう。さあ、それで今年もですね、まあいつまで続くかわからんから頑張らないかんな思った。またコロナが今度いつまで続くかわからんになってきて、もういい加減にしてほしいけれども、ただやっぱりいろいろこの2年間の間に変化してきて、それで今もいろんなこと言われてます。それでただ怯えるだけじゃなくて、やっぱりそこに向かってね、行くということで、まあ人生いつもいつも言ってるんだけど、何が起こるか分からんねやから、いちいち先のことあんまり考えることはないと僕は思うんですけどね。どうせ1回しか死にゃしません、人間はね。でも防災グッズ、先のこと考えて用意してますね。誰が？え？俺？防災グッズ、いや、だからこの人死んだらいいけど、知らんで家をほっぽり出された時に寒いの嫌やもん。いろいろ考えて、自分だけ携帯用のベッドまで買うとか言ってるんですよ。ねえ、体育館の中であんた嫌よね、ダンボールにして寝るの。あれもいいらしいです。俺だけベッド引いてるのよ。なんというわがままなね。まあしょうがないね、まだホテル行くちはあんだけ嫌やね。まあそういう私たちですが、まあ暮れの27日が最後のコンサートで、あと何の予定もございません。でもそれどういうことですか？来年、今年の暮れも27日は一応予定しとるんやけど、3月は子供のコンサート予定しとったけど、この調子だと無理やね。まあその無理で何にも予定がつかないこと、本当にその お商売されてる方は本当にお気の毒と思うけど、僕らは子供3人いますからね、子供3人に全て人生を託してますからね、僕はね。よろしく。そう、子供たちよろしくね。これで気が楽なもんよ。わっとはもう野となれ山となれ、ね、生徒さんの方もね、学校なんかでちょっとコロナが濃厚接触とか言ってね、みんな大変ですよね今ね。どうしたらいいんでしょう。でもまあ今まで大変なことがあまりにもないことばっかりが普通になってたから、大変なことをやっぱり経験するというのは、僕は生きていく上には大切なことと思います。まあその大変さをぶっ飛ばそうというんで、日本にはですね、昔から伝統文化で獅子舞なんていうのがありました。で僕たちもこの曲が大好きで、もう行くとこで弾いておりますが、やっぱり年の初めはね、獅子舞、ということでお聴きください。獅子舞です。
獅子舞でしたね。あ、何？途中でこんなものが、ね、落ちてきて、これシャツじゃないんです、ごめんなさいね。そう、あの隠してたんだけど。ないですか、出しましょうかね。レースレースレースにならんね、そういうことじゃ。はすいません、本当に、はい、恥ずかしいですね、はい、全部出します。それないね、それ。これなんかのレースなんかのレースしてよ。すいませんね、もう年を取るとね、恥もがぶもなくね、途中で落ちてきた。若い時はこういうことはなかったんですけどね、もう。さあ、まあ、いろいろ世の中、世界中いろんなことが起きています。まあ、コロナを中心にね、本当に、大変なことが起きています。でもその割にはみんななんか理屈っぽくてね、どういうのかな、こうチーフ至上主義というか、もう知識が素晴らしい、知識があることがいいことだっつって、でも俺はこれだけ物事を知ってるよ、私はこれだけ知ってるよ、知ってることも大半なだから、テレビ見ても SNS 見てももう知ってます、知ってます、知ってます、知ってます。いやー、知らない方が楽しいんですけどね、何が起こるかわからんしね、そう思いません？あんたはいつも知らんからいいか、知らんぞ、なんとも言いようがない、それが楽しいよね、なんでもね、そうだね、へぇー、あ、そう、知らんかった、俺の死んだ後子供が6人ぐらい来たわけで、知らんかった、いや、そういうこともあり、それもいいよ、わからんでしょ、それぐらいかな、褒めて使わせ、やがましてまあ、何が言いたいかというと、ただその分からないことの一番大元ってやっぱり人間なんですよね、人のその思い、それ特に人と言うたらね、最後はね、残るのは男と女しか思わない、その男と女の関係なんて全くこれ分からんわけですよ、これ仲のいいふりしてるけれども全然仲良くないですよ、本当はみんな誤解、騙されてるんですからね、皆さんね、まあお二方仲がいいですのね、ちょっと何抜かすって思うとるけど、はい、どうもどうもどうもって、でもこの間買ってくれたやん、靴あんたバカやね、本当に仲が良かったものなんか買うわけないやろ、よう考えてくれ、靴に釣られて、そう、あ、そうか、そう、まあいいよ、靴に我慢してくださいだから普段も靴我慢してってね、まあ、そのわけがわからん男と女の時代、それはもうその昔からこの歴史有史上ね、そうなんですけど、で音楽とかその芸術なんていうのはもう全くそのことにもうそのことのみみたいなところがあるわけで、あとは自分のことね、自分がわからんわ、自分わからんわ、この人を言います、僕にね、あんた言ったらようわからんわって言って、何やねん、どっちやねん、はっきりせん男やなって、僕はいつも言うんですよ、自分で自分のことが分からんのにお前に分かってたまるかっつって、でそうでしょ、みんな、いや、はははいって、これ今笑いよるけど、その目三角言って、豪の虎ですからね、今年ですからね、はい、これがもうですね、クワーって、もう北向きの、あの鬼瓦みたいな顔してですね、言うわけですが、でもその時に僕は動じることなく、いや、俺もう分からんねと、俺のことが。ああそうですか、そんなことがありましたかと、カンカンみたいな、カンカンって、でもその今から去ること半世紀ぐらい前は、まあカッカッカ言いながらでもなんか分からんから、この目がクリクリっとしてですね、あの顔は大きかったんですけどね、あ、なんか可愛いかなと思ってみたりね、でこっちもなんか元気がいいで、足が走られたら足が速いしね、逃げ足が速かったんです僕はね、そういうことでこの誤解に誤解を生じてずっとこの半世紀以上一緒におるわけですが、あれだけが僕のもうね、そうだね、間違いだったね、そう、うん、もう騙されたね、ほんまに本当にそうですね、うん、でも世の中にはその間違いに早く気がついたり気がつかないでもコロン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 こう走馬灯のように人生が変わっていく、それも楽しいやろうね、面倒くさがり屋ですからね、そういうことしたくなかった、ね、まあ、気がついたけどね、まあいいんですけどねで今日その2曲目弾くのはやっぱ男と女やねちょっと男と女、それ映画音楽で男と女あるけど、まあまあそれはそれで、置いといて、
もうちょっと古くてですね、あれはね1900年ぐらいよね、うんうん、できたのこの曲がね。しかしその当時からこんなおしゃれな曲はできたっていうの、ね、僕らが生まれるまだ50年前、すごいですよね。それで要するに男の人と女の人との本当にいろんな入り乱れたですね、その楽しく入り乱れて欲が絡んで入り乱れて、でもウィーンのね社交界でね、ちょっと私たちには分からない世界かな、僕は分かるよね、うん、嘘分かりません、はい、でもちょっと憧れがあります。だから、その見に行ったよね、オペレッタね、見に行ったね、ああそうそう、見に行った、思い出した、思い出した、あの一緒に行ってくれたウィーンに住んどった音楽家がね、ミキさんが今日面白いの見に行こう、オペレッタに、これは三流のオペレッタでね大したことない、でもねこれが面白い、大概ね太鼓叩きのおじいさんを先に酔っ払うとか途中でバチョとしてボーンに変な音がする、これでね歌を歌う人はねふにゃふにゃふにゃ何人歌えるかわからんけど、一回だけすごい声を出して張り上げてびっくりとするような声出すから、それを楽しみにしてた、全くその通りでした。その時僕は悟った、あ、音楽っていうのは一発勝負でダー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 長い間完璧を求めてやることはないと言って日本に帰ってきて、そして日本のあるやっぱり歌の大家がね、あんた一回だけファーやればいいのよあの方すごかったですよね、そうよ、日本代表でそうあちらから来たオペラの中でね歌われたんですよね。 その方とも本当に親しくしていろんなことを学んできたけども、その中で日本っていうのは何でも真面目にこうちょこまか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 まとまるのが大好き、そうじゃないもっと大きな流れの中に身を委ねてゆったりと呼吸しましょうよということで、この曲はちょっとそういう感じがするんですが、皆さんはどうでしょうか、聞いてみてください。メリーウィドワルツと言います。このメリーウィドっていうのは、まあ、楽しいゴケさんっていうんやけれども、そのゴケさんの話じゃあるんだけれども、もう全然それとは関係なくね、さっきも言いましたようにいろいろこう入り乱れて、いやらしく入り乱れるんじゃなくて本当にこう ほほえましく入り乱れていく、物語の中で歌われる曲です。じゃあ弾いてみますか。Thank you.
よろしくお願いします。はい、さよなら。